社長に聞く in ウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。今の貫通さんの形みたいに変えようと思った瞬間っていうのがどの時期ぐらい？そうですね、はい、印刷業を長くで大きな印刷会社さんともお取引いただいて、その当時やっぱり印刷不況っていうのが2000年過ぎぐらいからやってきまして、で商売も大きなる従業員がその当時約40名ぐらいいてまして、やっぱりミスもあるんですね。でミスもあったら一の一番にお客様とこう謝りに行って、まあ土下座もして、でさらに値引きも黒で、こんなんやってられへんのんちゃうかみたいな感じになりまして、である時楽天アワードっていうものの参加を得られる資格は持ってましたんで、楽天ビジネスをその当時使わせていただいてまして、ただ行ったらやっぱりうちの営業マンと行ったんですが、他のイコマースのショップさんがいっぱいなんですね。でおまけに何本売ってるかも表彰で分かるんですね。で名刺交換すると、あ、物流屋さんうちのやってくださいってお客様から言われたんですよ。あ、これはいけるわと、うん、やったことないのにできますかって言われたらできますって言って、うん、まあ本当にびっくりしましたね。お客様からやってくださいって言われる業界なんやみたいな。やっぱりその当時はイコマースといっても、もう500万売り上げてるのが大阪で1店舗か2店舗でしたから、本当にレアのケースで、だいたい30万ぐらいの売り上げで、で、マンションの一室でやってはる方が非常に多かったですね。だから、棚で言うたら5棚、10棚が非常に一つのショップで多かって、それを受託して、その350坪の中に入れていき、でもうあれよあれよという間に場所が足らんようになって思って、で次にまたもう今の本社のある物件を購入できるあれがチャンスが来まして、で購入して、でそっからですね、そっからもう e コマースこっちに特化しようというところで、そうですね、そこがもう分岐点ですね。はい。で、しばらくその当時も2000年過ぎから e コマースの売り上げも極端に伸びたかいうと、実は極端に伸びてなくて、ある意味2010年以降からぐぐぐぐっと桁が変わるようなショップ様が出てきはって、我々の成長もそこからなんですね、実は。なるほど。はい。だからやっぱりお客様の出荷数が伸びないと我々物流会社、業績も伸びませんので、もうそこからあれよあれよあれよという間に、そうですね、約、2万5000坪ぐらいまでは、はい、行きましたね。なるほど。はい、そう、どんどん伸びてる最中に上場を狙い始めたんでしょうか？上場はもう少し後で、2010年からもう倉庫と人を手配するのに一生懸命なってまして、で、どん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 会社は大きくなる、人もたくさん増える、けどやっぱりこう自分らのその核となる部分というのがやはりその会社の、なんていうの、核っていう部分を考え出して、まあ、ある銀行さん、お取引してる銀行の頭取がおいでいただいて、我々の会社ご覧いただいたら、もう社長これで上場できますんで、我々銀行としても支援させてもらいますから、上場してないよと言われて、えっと思って。ほんで、人派遣してくれんねやったら上場しますわ、言って。で、活動に入ったんですね。
そしたら3年で納期通りっていうのか、当初書いたスケジュール通りに、まあ、こんなうまいこといくとは思いませんでしたけど、ね、正直、はい、なんかご苦労とか上場に向けてのご苦労とかなかったんでしょうか。いや、コツは分かりましたね、はい、上場する際にいろんなそうですね、まず証券会社あると思いますよね。だからその証券会社のショートレビューから始まって、で監査法人のやいのやのが来て、抗わんことですよね従うことですなかなか重いことが、そうすれば上場できるかなと思いますね、うん、大変多分上場狙ってる社長さんたちもインタビュー聞いてると思いますんで、多分大変重い言葉をおっしゃっています、はい、そうです。まあ私なんか本当にね、関西のもう典型的なもう商売日っぽい社長ですから、もうね、どっちかと言ったら批判されたくない、何か言われたら言い返すみたいな、自分自身もそう思ってたんですけど、やっぱり上場目指した瞬間、まあ、全ての意見をきちんと受け止めて、是は是、非は非でちゃんと考える自分でないとモテへんやろうなというのがまず第一でありましたね、はい。だからまあ言われたことを言われた通りやってみようというのがすごい素直さ、意外ですねとはよく言われましたね。あ、そうですか私の知ってる辰人社長は素直な感じがするんですけど。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、そうなんですよ。それで、まあ、上場できたっていうところですね、はい、なるほど、ありがとうございます。そうしましたらぜひですね、貫通様の事業内容をですね、宣伝があったらちょっとご説明いただけたらなと思います。そうですね、まずお客様の中心層は、Eコマースのショップの方々や通販事業者の方々、すなわち B2C に対して流通を行われているのがお客様の主体でございますので、我々の強みもやっぱり B2C の C の物流会社というところをやってまして、お客様の商品を保管させていただき、ネットで売れました、そのデータをもとに、毎日毎日出荷をしていくというのがまず一つ。そしてもう一つは、昨今始めました WMS の販売、ウェアハウスマネジメントシステム、在庫管理システムです、当社が開発した在庫管理システムの販売と、仕事の自動化というキーワードで、いろんな自動化機械であったりIT ソフトウェアであったりを組み合わせて、生産性を上げていくお手伝いをさせてもらう、まあ、IT ソリューション事業、IT オートメーション事業と呼んでますが、その事業の2つがメインの私どもの事業領域でございます、はい、ありがとうございます。経営サービス、トラックから始まって経営サービスに行って、そして、うん、まあ、倉庫事業から今では IT、DX、はい、企業に変わられてるんですが、そのこう変わられてってることで、何か辰人社長様 のお気持ちとか、うん、に変化とかありましたでしょうか。そうですね、やはりなんでまずその WMS を販売するのかって言ったら、我々今約年間1200万個出荷してます。でこの1200万個出荷をつつがなくやれてる仕組みっていうところで、お客様の倉庫見学会なんかをすると、これ売ってくれ言われて、ほんだあ、これ売れるんやと、ほんだ売ろうというところから入ったので、まあそういう点では非常に強みっていうのか、強みを商売にできるっていう部分ですよね。それは何かっていうと、我が社が使ってるからです、はい。だからWMS のソフトベンダーさんなんかは、まあ、現場のことはよくご理解されてるけど、自社で現場を持ってない。我々は現場持ってますので、この現場が日々改善していけれる WMS なんじゃないかなという部分で、そういう観点から新規事業をどん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 膨らましていこうというふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。そうしましたらちょっと全く違うご質問をさせていただければと思いますが、今日もお話出てきましたが、好きなもの好きなことでゴルフクラブゴルフということで、ゴルフそんなにお好きでらっしゃるんですか？そうなんですよ、もう本当にもうゴルフは好きですね。はい、はい、大若い時からですか？そうです、あの申し上げたように27の時にゴルフを始めまして、一番最初にあの倉庫にネット張ってそこで練習してましたんで、はい、あので今もあの会社の一部に健康スタジオの中にあの置いてます。あ、そうです、ね、これは社員の福利も全部含めてやってますので、はい、じゃあ毎週のようにゴルフ場に。そうですね、はい、なるほど、うん、ありがとうございます。でもう一つ座右の銘も聞きまして、これも素晴らしいんですから、すぐやるっていうお答えで、これ選ばれた理由何かございますでしょうか？いや、やっぱりそうしてきたから今があると思います。あの意思決定の速さもそうなんですが、やっぱりもう決めたらすぐやるっていう部分ですね。我々があのいろんな倉庫情報がいち早く取れるのは意思決定の速さです。はい、本当にもうすごく意思決定が早いので、いろんな業者さんが井の一番に持ってきてくれますので、もうそういう意味ではすごくいいかなと思ってますし、また、我が社 その社員の評価の中心もそこなんですよ。やっぱすぐやる子が評価が高い子なんですね、うん、やっぱりこれ以上のなんていうのかな、行動規範ってないんちゃうかなと思いますね。やっぱりすぐやるとすぐに失敗に気づける、やり直せる時間がいっぱいできるっていうところで、繰り返し繰り返し失敗しても成功するまでの時間が絶対に短いと思うんですね。だから僕はもう本当にうちの評価基準はすぐやってるかです。なるほどね、多分すごくあのリスナーの社長さんたちが感銘を受けてらっしゃると思いますけども、いやいやいやあの最後のご質問なんですけども、はい、この番組経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、うん、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらと存じます。うーん、決定とチェックをすぐやることですよね、うん、はい、やっぱりチェックはしてあげないと、もうね、手は離しても目は離したらあかんとかね。なるほど。どっちかは置いとかなあかんと思うんですよね。うん。やっぱり任せるっていうことの意味っていうのをね、やっぱりしっかりその経営者さんにおいての理解度でいいとは思うんですけど、僕はやっぱり社長がチェックするっていうところで、その意思決定の速さがやっぱり僕の仕事じゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。おそらくお聞きになっている社長さんたちがうーんとうなっている声が聞こえてくるような素晴らしいお話でございました。どうもありがとうございました。はい、リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆さんのご参考にしていただければと思います。本日は達成社長様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。本日の社長に聞く in with biz は達城社長様、株式会社カンクス様、東証マザーズに上場している企業様でありまして、私達城社長様と10年ぐらいのお付き合いでお知り合いだったんですが、初めて聞く話も多くてですね、大変素晴らしいですね。かつですね、すぐやる、そして決定とチェックだと、社長の仕事はと、いや私自身が反省しなきゃなと思うようなお話で、その通りだろうなと、まあ、社長っていうのは、まあ、決定をすることとチェックをすることだと思うので、手は離しても目は離すなと、まあ、おっしゃる通りですね。本当にこれは胸が痛い感じでございまして、私もサボらないようにしたいかなと思いました。もう一つはすぐやるですとね、おっしゃるとですね、早くやれば失敗なんかしても成功にたどり着くのが早い、おっしゃるとおりですね。やっぱり行動が一番本当に重要ですので、
さっさとやれとこういうことなんだと思いますので、まあ、そういう意味では本当に辰巳社長様のお話が、まあ、私に一番胸に響いて一番反省したというそんな次第でございます。皆様方もいかがでございましたでしょうか。ぜひですね、皆様方も徹底とチェックとすぐやるということで、ぜひ良い経営者、良い社長になっていただき、良い企業を作っていただければと思います。本日の社長に聞くインビズはここまで。また来週。3分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサルティングは従業員17名の会社さんですね、子会社を設立し多言語対応の観光アプリの開発を進めることになりました。当社のメイン事業はアジア圏を中心にした旅行代理店のため、製品開発のノウハウは全くなく全て外部委託します。現在開発会社の選定を行っておりますが、相見積もり費用感は特に大差はありません。ただ弊社のプロジェクト担当者も初めての開発経験のため、今後契約に至った際に契約書のドラフトの良し悪しの判断が委託先と言われるがままの内容になりかねません。委託先と開発後のトラブルを避けたいので、契約書に設くべき項目や注意点をご教示いただけますでしょうか、ということで、まあ、これ私どもですね、ちょうどビジネスマッチングアプリのビズオンというのを、昨年ですね、まあ、スタートさせてますですね、2年前に開発スタートしてるわけですね。その時はこんな風にしました。まあ、10社ぐらい、真っ白なりプレゼンなりをしてもらって、その中からさ3社ぐらい選び、さらにプレゼン、テーションをしていただいて、見積もり、提案書を出していただき、さらに2社に絞って、最後2社と話し合って1社に絞って、開発スタートしたと、そんぐらいのことでありました。なんでそんなに何回も打ち合わせをしたかといいますと、やっぱり相手方がですね、ちゃんとした会社かどうかとかですね、我々の言っていることの理解を示してくれるかどうかみたいなことを見極めるんですね。そういうコミュニケーションを一番最初重要視して選んできました。ですので結果的に、まあ、小さなトラブルはいくつもございますが、大きなトラブルもなく今ビズオンというアプリができ、そして大変評価をいただいてまして、どこのビジネスマッチングアプリよりもユーザビリティ高いですねとよくお客さんに言っていただく状態が作れてます。ですので結果的に良かったんじゃないかなと思います。ちなみに横道それますが、その企業とはズームで面談をし、リアルでは1回もお会いしないで、まあ、何百万というお金を支払ってますので、そのリアルで会うかどうかというのは重要かというと重要ではないと私自身は思ってます。むしろ向こうの考え方やコミュニケーションの取り方の方が重要だと思ってます。でさらにですね、契約書に関しても、まあ、開発が遅れた場合は違約金条項があるとか、解約の開発ができなかった場合は返金条項があるとか、そういうこともやっぱりきちんと契約書には入れるべきだなと思います。違約金については3倍とか5倍とかいうふうに書くケースが多いんじゃないかなと思います。やっぱり絶対はないので、契約書にはそういうことをきちっと踏んでおけば、まあ、スケジュールとかが遅れなかったり、または開発ができないってことがなかったりすると思いますので、それはきちんと入れた方がいいんじゃないかなと思います。何よりもその契約書より相手方とのコミュニケーションがうまくきちっと取れていけるかどうかの方が一番重要ですので、ぜひそこを気をつけてですね、アプリの方をですね、開発していただければと思っております。本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントが
きっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。